昨日はメモスマイクセルの手ハンダにチャレンジしましたが、手ハンダできるめどが立ったので、今回はメモスマイクセルを使ったバイノーラルマイクシステムを作るためにマイクユニットを取り付けるシステムの筐体を設計することとしました。以前にダミーヘッドバイノーラルマイクを作成した時に 3D プリンターでダミーヘッドを造形しましたが、その時に耳の部分を柔らかなフィラメントを使って造形しましたが、人間の耳と比べるとまだ少し硬いようなので、シリコンゴムで作られた耳を購入していました。今回はこのシリコンゴム製の非常に柔らかな耳を使ってバイノーラルマイクを作ろうと、 CAD でマイクユニットと耳を取り付けるケースを筐体を今朝から採寸して設計し始めました。とりあえず両サイドにシリコンゴム製のこんにゃくよりも柔らかな耳を普通は両サイド真横に取り付けるようですが、今回私は心持ち前からの音に重点を置いて真横ではなく9度ほど耳を前方に傾けて取り付けるように設計しています。また、箱の底部にスタンドに取り付ける8分の5インチネジ穴と裏に蓋を取り付けるネジ穴も上げて、3D CAD で描いてみましたが、いかがでしょうか？